はいどうもこんにちは。今日も出張先のホテルからお送りしておりますけど、じゃじゃ、出張といえばこれですよ。アンカーの充電器ですね。また新たに買いました。家で常時充電してるものとお出かけ用にももう1台、これでもうどこ行っても大丈夫で、今日はこの充電器をさらに便利に使うグッズ、じゃじゃん、もうずいぶん前にもレビューしましたけどもね、メネガレット、メガネタイプのプラグにコンセントをつけたと。コンセントが1個2個増えます。でここメガネタイプのオスですね。でここメガネタイプのメスになってます。じゃじゃん、急速充電 USB ケーブルのね、巻き取り型のタイプ、じゃじゃじゃーん、ビヨーンビヨーン、1メートルでございます。お出かけとか出張にはね、なるべく短いケーブルを用意するようにしてましたけど、このコンパクトさには勝てませんよね。これは便利です。このメネガレットの使い方は、充電器のメガネプラグのところにプスッと、これのコンセントをこうやって、はい、こういう風になるわけですね。間に挟む形になると、コンセントが2つ追加されるわけですね。実はこの点の商品いろいろあるんですけども、いろんな形状のタイプがあるんですけど、僕がこれにした理由は一つ、こいつですよ。 MacBook Air のねコンセント、これが超でかいから、こういう形状、メネガレットのような形状だとね、ちゃんとさせるわけですね。まあ、それがさ、ここにコンセントが2つ並んでたりすると、もう隣のやつと勝ち合ったりするわけ。これだといいよね。ね、定格容量 125V 7A、 最大 400W まで使用可能。さあ実際の利用シーンなんですけども、じゃーん、まずメネガレット、メネガレットからこの変な形のね、大きい AC アダプター繋ぐことができてますね。それから USB ケーブル、巻き取りの USB ケーブルで、ポケットルーターでしょ、それからエクスペリアのタブレットですね、そしてデジカメが1台2台充電できております。スマートな出張環境実現。非常にコンパクトなサイズで、カバンの中、ポケットの中、口の中などでかさばりません。ほわん？